芸術世界の導人ポリスク・ストーディエフ。芸術世界はロシアの美術雑誌。これが発端となって実現された芸術運動は1900年代のヨーロッパ芸術を革新したロシアの文化人に多大な影響を与えた。芸術世界の導人は1909年からパリで活動中のバレエリュースにも貢献した。皮肉なことに、 ロシア以外でこの雑誌の現物を見た人はほとんどいない。1899年にアレクサンドル・ベノはレオン・バクスとセルゲイ・ディア・ギレフの三者によってペテルブルクによって創刊される。移動ハーマッキの美的水準の低さを攻撃し芸術家の個性やアール・ヌーボーの原理を擁護することを目的とした。この三者の他に活躍した芸術世界の導入は ムスティスラフ・ドブジンスキー、コンスタンティン・ソモフラがいる。芸術世界が企画した展覧会は、ミハイル・ブルーベリーやミハイル・ネステロフ、イサー・クレビタンらのロシア内外の著名な画家を魅了した。1904年に芸術世界は、ロシア美術家連盟に一新され、公式には1910年まで、非公式には1924年まで活動を継続した。美術家連盟は、 ワレンチン・セイロフ、コンスタンチン・コロビン、ポリスク・ストーディエフ、ジナイガ・セレブリコワラの画家や、イヴァン・ビリビンラの挿絵画家、イーゴリ・リグラーバリラの絵画修復家、セルゲイ・スデイキンや、ニコライ・デイディヒラの舞台デザイナーが参加した。英国のラファエル全パに同じく、ベノアとその友人は、近代の産業社会の持つ美に反する性質に、憲悪感を覚え、 画壇の闘争的な実証主義に支えられつつ、すべての新ロマン主義的なロシアの美術家を急合しようとした。かつてのロマン主義者のように芸術世界の導入は古い時代の美術作品、とりわけ伝統的な民芸品や18世紀のロココ美術について理解と補完を広めようとした。芸術世界導入によって最も評価された画家はおそらくアントワーヌ・ワトであろう。 このように復古主義的な事業を芸術世界の同人たちは、いわば自己パロディの精神によってユーモラスに繰り広げた。彼らが端的したものは仮面やマリオネット、写肉祭に人形劇、そして夢とメルヘンであった。クロテスクなものや愉快なものが真面目なものや情緒的なものに勝るとされた。お気に入りの土地はベネツィアであった。こうして、 ティアギリフやストラビンスキーは自分の埋葬場所にベネツィアを選んだのである。表現手段について言えば芸術世界は油彩よりも水彩やグワッシュの軽い質感や透明感を好んだ。各家庭に芸術を、を標榜してしばしばインテリアのデザインや想定を手掛けた。バクスト・トベノワはペトルーシカや牧神の保護のための革新的な装飾によって 舞台美術に革命をもたらした。ありがとうございます。